アルバトロスよ。岡山、高松、うどんを食べるトンボ帰りツアーを実行せよ。リメイク編。岡山駅に来ています。今日は高松でうどんを食べます。おはようございます、アルバトロスです。さあ、改札に入りましょう。今から乗るマリンライナー19号高松行きが入線します。JR 西日本の223系電車です。高知行きの南風号、JR 四国の2700系機動車が止まっています。たくさんの乗客がマリンライナーの車内清掃が終わるのを待っています。マリンライナーの先頭車を見ましょう。JR 四国の5000系電車です。前と後ろで顔が違います。いたしました。快速マリンライナー19号高松駅、まもなく発車いたします。ご利用のお客様、車内にてお待ちください。閉まるドアにご注意ください。8番乗り場から快速マリンライナー19号高松駅発車をいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。岡山を出ますと、次は林間に停まります。先ほど、車内放送で瀬戸大橋線とアナウンスしていましたが、実は、宇野線の一部、本紫尾山線、予算線の一部の愛称です。今は単線の宇野線を走っています。今日も快速マリンライナーをご利用いただきましてありがとうございます。この列車は瀬戸大橋線快速マリンライナー高松行きです。停車駅は林間、茶屋町、小島、坂出、終点、高松です。列車は5両つないでおります。自由席は2号車から5号車です。1号車はグリーン車と普通車の指定席車両です。2階席はグリーン車、1階席は普通車の指定席です。先ほど列車は山陽本線をまたぎ、山陽新幹線をくぐりました。このあと列車は高架を走り出し、複線区間に入りました。瀬戸大橋線の面白いところは、単線と複線が入り乱れることです。今から通過する大本駅から岡山港を結ぶ岡山臨港鉄道という鉄道がありました。単線非電化の路線でした。1984年に廃線になりました。大本駅を通過しています。今まで宇野線と言ってきましたが、愛称は宇野港線と言います。愛媛県の松山発岡山行きの特急潮風とすれ違います。
特急潮風とすれ違ってすぐに単線区間に入ります。瀬戸大橋線を全線複線化する計画もあったそうですが、膨大な費用と困難な土地取得で頓挫したそうです。列車は高架を降りて地上を走っています。また複線に戻ります。今座っている席についてお話ししましょう。車内放送にありましたが、先頭の1号車の1階が普通指定席で、2階はグリーン席です。私が座っているのは、1号車の1階最前列ですが、グリーン席です。1階最前列の4席は、パノラマグリーンシートと呼ばれ、運転席越しに全面展望が楽しめます。すぐに単線に戻りました。こんなに単線と複線を行ったり来たりするので、信号の制御やポイントの切り替えなど大変だと思います。備中三島駅を通過しました。次の駅が早島駅です。岡山県道21号をくぐります。すぐに複線です。早島です。お出口は左側です。早島を出ますと次は茶屋町に止まります。ドアから手を離してお待ちください。早島です。快速マリンライナー19号の最初の停車駅です。マリンライナーの半分が停車します。今は無人駅ですが、2020年までは緑の窓口があったそうです。需要はあったのでしょうか。岡山行きマリンライナーとすれ違います。ここからは単線区間がなくなり、高松まですべて複線を走ります。次は右側4番乗り場に着きます。茶屋町を出ますと次が小島に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく茶屋町、茶屋町です。お出口が右側です。この湊線ご利用のお客様、お乗り換えです。お降りの際、お忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。単線から複線になります。先ほど、もう単線区間はないとご紹介しましたが、この茶屋町駅に入る手前に単線区間が少しありました。お詫びして訂正します。茶屋町駅は1910年に開業したかなり古い駅です。重要な駅なので改めて詳しくご紹介します。茶屋町駅は宇野線の駅として開業しました。この駅で四国へ向かう本尻山線と宇野駅へ向かう宇野線、別名宇野港線が分岐します。宇野線の終点である宇野駅、かつてその宇野駅と香川県の高松駅を結んでいたのが宇港連絡線です。鉄道連絡線なので港ではなく駅と駅を結びます。しかし1988年瀬戸大橋が開通したことにより宇港連絡線は廃止されました。さあ狭山町駅に戻りましょう。マリンライナーが狭山町駅を出発しようとすると、岡山行き普通列車がやってきました。
黄色い国鉄型電車です。狭山町駅より南には本渋三線です。1988年に狭山町駅から小島駅を経て香川県の宇多津駅まで開通しています。新しい路線なので岡山県最後の駅小島までほぼ直線です。なので多くのトンネルがあります。トンネルの中で列車とすれ違いました。特急列車のようですが暗くてよくわかりません。トンネルを抜けると駅がありました。上野町駅です。駅を抜けるとまたトンネルです。小島駅は JR 西日本と JR 四国の境界駅です。駅は JR 西日本が管理していますが、ここで JR 西日本の乗務員は JR 四国の乗務員に業務を引き継ぎます。 JR 四国の運転士さんがホームで待っています。運転士さんの引き継ぎを見てみましょう。JR 西日本の女性運転士さんは業務を終え、JR 四国の男性運転士さんが乗り込みます。車掌さんも変わりました。マリンライナー19号は小島駅を出発します。次の和集山トンネルを抜けるといよいよ瀬戸大橋を渡ります。瀬戸大橋は瀬戸内海の5つの島の間に架かる6つの吊り橋、社長橋、トラス橋で構成されており、橋梁部の長さは9368メートルにもなります。上は自動車、下は列車が走ります。線路は4本分用意されていますが、現在は在来線の2本しか通っていません。残りは将来の新幹線用として確保されています。またマリンライナーとすれ違います。
列車は瀬戸大橋をほぼ渡り切っています。高速道路は上を走っています。線路が右にカーブして西に向かっています。地図で示しましょう。ここを走っています。画面の上は南です。線路は宇多津駅の方角に進んでいます。宇多津駅からは予算線になり、西に進むと愛媛県の松山とつながっています。本渋山線を宇多津駅につなぎたいので西に進んでいます。ここで左に分岐します。地図ではこの辺りです。右の線路を進むと宇多津駅に着きます。マリンライナーは高松行きなので宇多津には用がありません。左、つまり東に進み高松を目指します。先ほどの地図を拡大しましょう。線路が三角形になっていて、これをデルタ線と言います。近鉄特急火の鳥の動画でご紹介した中川短絡線と同じです。ここは宇多津短絡線と呼ばれています。中川短絡線は単線でしたが、宇多津短絡線は複線です。上りの線路は右の高架の向こうにあります。時刻表を見るとマリンライナーは宇多津駅を通過することになっています。宇多津駅はかすってもいませんね。宇多津短絡線は宇多津駅の敷地内にあるそうです。特急渦潮号の一部は岡山から高松を経由して徳島に行きます。途中までマリンライナーと同じルートです。しかし渦潮は宇多津に停車します。宇多津短絡線は通りません。それは特急渦潮は高知行きの特急南風号と連結され岡山を出発しますが、宇多津で連結を解除する必要があるからです。列車は予算線に合流し坂出に向かいます。列車は坂出に停車した後高松に向かっています。おや、かっこいい列車が止まっています。サンライズ瀬戸号です。サンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号は寝台列車です。2つの寝台列車は連結され、東京を21時50分に出発、6時27分に岡山に到着します。岡山で連結を解除され、瀬戸号は高松、出雲号は出雲市に向かいます。現在、日本にはこの2つの寝台列車しか走っていません。珍しい列車が見れて良かったです。機会があれば、サンライズ瀬戸出雲のご紹介もしたいと考えています。高松駅は先ほどご紹介した宇高連絡船が発着していました。なので高松の中心である高松琴平電気鉄道、通称琴電の河原町駅から北にずれています。宇高連絡船との乗り換えのため瀬戸内海側にずらしたのです。今からうどんを食べますが、全国チェーン店の丸亀製麺は有名ですよね。でも香川県にはほとんどお店がありません。香川県民はうどんにうるさいようです。発祥の地も香川県ではなく兵庫県加古川市といいます。さあ高松駅に着きました。うどんを食べましょう。アルバトロス旅行チャンネル。高松駅の駅ビル内にあるキネア高松駅コム店にお伺いしています。高松うどん、とんご帰り旅行の主役はもちろんさぬきうどんです。牛肉うどんを注文しました。さぬきうどん好きにはたまらない一品です。店頭ではうどんの手打ちの実演があるそうですが見られませんでした。残念。
また改札に入りましょう。私が乗る列車11時50分発石槌9号が発車する7番乗り場に行きましょう。どうやら石槌9号はアンパンマン列車のようです。電光掲示板で確認してもこの列車は石槌9号に間違いありません。一日何便か決まった列車のみアンパンマン列車で運行されています。意図してアンパンマン列車にしたのではなく偶然ですが楽しそうです。アンパンマン列車はアンパンマンの作者柳瀬隆先生が高知県で育ったことに由来しています。最後尾の8号車は指定席です。前の7号車と8号車の2両が自由席です。今回私は自由席に乗ります。特急石槌は香川県の高松から香川県の宇多津を経由して愛媛県の松山を結んでいます。岡山から宇多津を経由して松山に行くのが特急潮風です。つまり2つの特急は宇多津から松山まで同じ区間を走ります。もうお分かりですね。そう、宇多津で2つの特急を連結するのです。連結した後で乗員乗客が列車間を移動できるように前側の顔は平べったくなっています。特急石槌9号は高松を出発しました。この列車は高松と松山を予算線経由で結ぶ電車です。予算線はかつて予算本線と呼ばれていましたが、1988年 JR 四国が予算本線から予算線に改称しました。予算線は高松から松山、さらに伊予市駅まで電化されています。予算線は闘牛で有名な宇和島市の宇和島駅まで走っていますが、伊予市駅以西は非電化です。横に高徳線が走っています。後ほどご紹介します。その前にアンパンマンのメッセージをお聞きください。先ほどご紹介しかけた高徳線について改めてご紹介します。高徳線は高松と徳島を結ぶ全線非電化の路線で、事実上全線単線です。この路線が非電化なので、徳島県内は全国で唯一電車が走っていない県です。ちなみに高知県は機動車しか走っていませんが、高知市内を路面電車が走っているので、高知県に電車は走っていることになっています。電車台が見えましたが、すでに引退した設備と思われます。ちなみに愛媛県の伊予市には新しい電車台があるそうです。今度行ってみたいと思います。石槌9号は坂出駅を出発しました。宇多津駅付近の線路はこのように三角形になっています。デルタ線と呼びます。詳しくは前の動画マリンライナー編をご覧ください。石槌9号はこの辺りを走っています。岡山行きのマリンライナーは宇多津短絡線を通って瀬戸大橋を通る本渋山線に入ります。しかしこの列車は松山行きなので、
直進して宇多津駅に入ります。この列車が宇多津短絡線と分岐するあたりで改めてご案内します。石槌9号は予算線を走っています。っていうか予算線しか走りません。マリンライナーは宇多津駅を通らないのに宇多津駅を通過する設定になっています。答えは前の動画にあります。予算線と宇多津短絡線の分岐点が見えてきました。右の線路に入ると宇多津短絡線を通って本渋山線に入ります。列車はすでに宇多津駅構内に入っています。単線のように見えますが、逆方向の線路は別にあります。前方の信号が赤なので、ATS 自動列車停止装置が作動しました。まず、ベルが鳴り、運転士さんが所定の操作を行うと、ベルが警告音に変わります。宇多津駅で、特急石槌と特急潮風が連結するので、石槌はホームの手前で一旦停車します。列車をつなぎ終わりますとドアが開きます。ドアが開くまで少々お待ちください。列車はまだ動いています。車内放送をしたのはもちろん車掌さんです。運転士さんはちゃんと運転しています。車掌さんは連結作業のためあらかじめ後部車両から先頭車に移動していたのです。列車を連結するメリットとデメリットを考えてみましょう。デメリットとしては、連結・開放に人手と時間がかかる、停車時間が長くなる、列車が遅延した場合連結相手の列車のダイヤも乱れるなどがあります。一方メリットとしては、乗務員の手配に余裕ができる、運行ダイヤに余裕ができる。特に予算線は宇多津駅の先の多度津駅以西は単線なので、列車すれ違いなどを考えるとこのメリットは大きいと思います。 JR 四国では石槌号と潮風号以外も連結しています。岡山発高知行きの特急南風号と、同じく岡山発徳島行きの特急渦潮号も連結運行されています。また同じく特急南風号と高松発高知行きの特急四万十号も連結されます。それでは連結作業をじっくり観察しましょう。ただいまから列車をつなぎます。少々揺れる場合がございますので、足元にご注意ください。石槌号ドアが開きます。特急潮風9号に連結された特急石槌9号は宇多津駅を出発します。
1号車が岡山駅です。当駅で2つに切り離します。連結開放作業が始まります。連結開放作業が終わりました。あとは前の特急石槌号が発車するだけです。特急潮風14号は12時34分、宇多津駅を出発します。同時に快速三宝と南風リレー号松山行きも出発しました。高松から乗った石槌号の自由席はガラガラでしたが、この潮風号の自由席は混んでいます。四国と岡山を結ぶ需要が大きいことがわかります。This is the Shiokaze Limited Express Bound for Okayama. The next stop will be Kojima. Thank you.宇多津短絡線が見えます。岡山、高松間を走るマリンライナーはこの宇多津短絡線を通り本渋山線に入りますが、潮風号は短絡線を通らず、はじめから本渋山線を通ります。今、短絡線と合流しました。瀬戸中央自動車道が見えてきました。これから合流します。といっても高速道路は上、鉄道は下を走ります。瀬戸大橋に入りました。川崎重工、坂出工場の広大な敷地が見えます。
主に船を作っています。瀬戸大橋での最高速度は時速120キロなので、現在最高速で走っています。まもなく小島に着きます。出口左側です。小島駅は JR 四国と JR 西日本の境界駅です。駅は JR 西日本が管理しています。この駅で運転士さんと車掌さんが交代します。国鉄型115系電車がいます。いかにも国鉄といった塗装がいいですね。広島ではもう走っていないのでなんだか新鮮です。岡山、高松、うどんを食べるとんぼ帰りツアーの動画をご紹介しました。いかがだったでしょうか。前半では単線と複線を行ったり来たりする宇野線を走るマリンライナー、後半ではアンパンマン列車宇多津駅での列車連結と開放など見どころがいっぱいでしたね。この後、特急スーパーイナバに乗って鳥取に行きます。特急スーパーイナバで地図急行線を爆走せよの動画はすでに公開しております。ぜひ概要欄からご視聴ください。岡山駅に到着します。ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスでした。当チャンネルでは主に旅や鉄道に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。